どうもこんにちは。今回は韓国ヒョンデが2023年中にも日本国内で販売をスタートする予定の新型コナエレクトリックに関して、すでに解説した内外装の質感だけでなく、同時に重要となる電気自動車としての質を競合車種と比較しながら、果たして2023年に最もコストパフォーマンスが高い EV は韓国製 EV と中国製 EV の果たしてどちらであるのかを含めて一挙に解説していきたいと思います。まず今回のヒョンデに関してですが、ちょうど1年前に日本市場への再参入を表明しながら、eGMP という EV 専用プラットフォームを採用した初の本格電気自動車となる IONIQ 5を発売、ワールドカーオブザイヤーも受賞するほどの先進的な内外装とともに、その EV 性能の高さも相まって、すでにグローバルでスマッシュヒットを記録中の IONIQ 5が果たして日本国内でどれほどの販売台数を達成できるのかに大きな注目が集まっていたということなのです。そして正式な発売がスタートして1年近くが経過しようとしている現時点において、その IONIQ 5の月間販売台数というのは、正式納車がスタートしていた2022年6月以降、37台、60台、76台、147台、62台、34台、56台、32台、そして最直近の2023年2月度においても70台、個人的にはすでに600台近い IONIQ 5が日本国内を走っているとイメージすると、まずまずの滑り出しを達成したのではないかと感じるものの、問題はまさにこれからのヒョンデジャパンの販売台数、 IONIQ 5の販売が鮮度の低下によって落ち着きを見せ始めた場合、次の選択肢を提供する必要性に迫られる。そして現在ヒョンデについてはグローバルで3車種の EV を展開しながら、2030年までにグローバルで11車種ものバッテリー EV を投入する方針すら表明。このことから2023年以降、ヒョンデが日本市場にどの新型 EV を投入してくるのかに大きな注目が集まっていたということなのです。そしてそのような背景において、ヒョンデはこれまで発売していた電気自動車であるコナのフルモデルチェンジを行ってきたということで、特にその内外装の質感についてはすでに以前の動画において詳細に解説をしていたわけですが、特に今回の新型コナエレクトリックに関しては、内燃機関車との共有プラットフォームを採用しながら、従来の内燃機関車ベースのプラットフォームを改造して電気自動車を開発するのではなく、電気自動車としてプラットフォームを設計しながら、それを内燃機関車向けに改造するという従来とは逆のアプローチを行うことによって、 EV ファーストな車両開発にコミットすることが可能。したがってその EV 性能についてもこれまで以上に期待可能。なんといってもこのコナについては、これまで IONIQ 5よりも安いヒョンデのエントリーモデルの EV として IONIQ 5が販売された後もヒョンデの EV 販売に大きく貢献することができていた。いずれにしてもその EV 性能とコストパフォーマンスの両方という観点で IONIQ 5以上に期待することもできるということなのです。それでは今回の新型コナエレクトリックについて、気になる EV 性能はどれほどであるのかを、特に競合の電気自動車として必ず比較されるであろう中国 BYD の新型 EV たち、および我らが日本の日産リーフも含めて、果たして2023年に日中韓のどの電気自動車を購入するべきなのかに関してを一挙に比較していきたいと思います。まずはじめに今回はグレードごとの競合車種と比較していきたいわけですが、まずは EV 性能として実用的となるそれぞれの車種の上級グレードの比較として、コナエレクトリックのロングレンジおよび BYD アット3、日産リーフの E プラス、さらには一見すると同セグメントとは言えない BYD ドルフィンの4車種を比較していきたいと思います。そして搭載バッテリー容量に関してですが、今回のコナエレクトリックに関しては 65.4kWh というバッテリー容量を搭載。一方でこの容量がグロスであるのかネットであるのかを確認したのですが、ヒョンデはバッテリー容量の詳細を完全に非公開にしている状況。他方で先代モデルのコナについては 64kWh というバッテリー容量を公表していたものの、そのバッテリー容量は実際に使用可能な容量を示すネット値であったことから、おそらくこの容量はネット値であると推測可能。他方で競合のコンパクト SUV であるアット3およびドルフィンのハイグレードについても、ネット値で 58.56kWh というバッテリー容量を搭載していたり、日産リーフ E プラスも 59kWh 程度の容量を搭載していますので、まさにバッテリー容量という観点では非常に似通った数値であるということなのです。しかしながら、その搭載バッテリー容量に依存する満充電あたりの航続距離に関してですが、コナエレクトリックについては欧州市場で一般的に採用されている欧州 WLTC モードにおいて、ズバリ490キロ以上という航続距離を達成しながら、アット3に関しては420キロという航続距離と、コナエレクトリックよりもやや劣る結果、さらに日産リーフに関してはズバリ385キロと、コナエレクトリックよりも100キロ以上も航続距離が短くなってしまっている。そして現状推測値とはなりますが、最も信用に対する E
GPS サイクルベースの航続距離についても全く同様に、その航続距離はかなり異なってくるものの、やはり唯一このエレクトリックだけが EPS サイクルベースの航続距離で400キロを超えてくる見込み。これはまさに電気性能が極めて優秀であることを示し、特に欧州 WLTC モードをベースにした電気性能についてはズバリ 141Wh/km とリーフ E プラスの 185Wh/km、 アット3の 156Wh/km よりも高効率。いずれにしても航続距離や電気性能という観点でこのエレクトリックが一歩リードしているということなのです。次に充電性能に関してですが、今回のこのエレクトリックに関しては充電残量 10% から 80% まで充電するのにかかる時間を41分とアナウンスしているものの、その最大充電出力については非公開。他方でもともと発売されていたモデルチェンジ前のコナについては実に44分という充電時間を要していたことから、やや充電性能が向上していることがうかがえる。ちなみにですが、このコナエレクトリックの充電性能に近しいと考えられるのが、ちょうど昨年にフルモデルチェンジを果たした傘下のキアブランドのコンパクト SUV であるニロ EV の存在。こちらの充電性能を見てみると、同じく 400V システムながら 200A を超える電流を許容することによって最大 80kW を超える充電出力を発揮。もしかしたら今回のコナエレクトリックについてもこれまでの 200A という上限を突破してくる可能性もありますので、それこそヒョンデの発売中であるアイオニック5と同等の充電性能を発揮することができるということなのです。そして今回のコナエレクトリックに関して最も特徴的であるのが、後席部分のフルフラット化およびボンネット下の収納スペースであるフランクの存在。これまで本チャンネルに関しては EV 専用プラットフォームならではの強みとしてこれらの特徴を挙げていたわけですが、おそらく史上初めて内燃機関車との共有プラットフォームにおいても実装。もちろん EV に最適化できているのかといえば、そのホイールベースの長さなどを見ると一概にそうとも言えないものの、それでも内燃機関車を今後も販売していかなければならない既存の自動車メーカーにとっては、この EV ファーストなプラットフォーム開発という流れは一つのトレンドとなるのかもしれない。いずれにしてもこのエレクトリックについては EV ならではの強みである後席のフルフラット化やフランクを採用することができているということなのです。ちなみにですが、その EV ファーストの設計によってその収納スペースについてはズバリ466リッターを確保することに成功。それに対してアット3については440リッター、日産リーフも420リッターと SUV として求められる収納スペースについても B セグメントのコンパクト SUV としては非常に大容量を確保。もちろんですが、フランクとして27リッターを確保することもできていますので、充電器などの小物を収納しておくことも可能。その一方でそのホイールベースに関しては2660mm と一般的なサイズでありながら、このエレクトリックよりもさらにコンパクトなサイズ感であるドルフィンについてはさらに長い 2700mm を確保することに成功。実際にドルフィンの後席に試乗した感想を踏まえると、今回のこのエレクトリックと同等クラスの車内スペースを確保というよりも、一面のガラスルーフを有するドルフィンの方がむしろ開放感という観点では一歩抜きん出ているほどと感じましたので、この点からもなぜ今回コナエレクトリックの競合車種としてコンパクトカーのドルフィンをチョイスしたのかを理解することができると思います。そして最後に最も気になる値段設定に関してですが、今回のコナエレクトリックは未だに値段設定は非公開。その一方でアット3については440万円からのスタートと極めて競争力のある値段設定を提示。さらにドルフィンに関しては推測値とはなりますが、さらに安価な値段設定を提示することはまず間違いない。したがってコナエレクトリックに関してはこの400万円台前半という値段設定を達成してくると極めて競争力があると言える一方で、400万円台後半という値段設定となってしまうとアット3よりも割高感が否めなくなってしまうだけではなく、それ以上に479万円から購入可能な上位モデルのヒョンデアイオニック5を購入した方がいいということになってしまいますので、いずれにしてもこのコナエレクトリックが成功するためには400万円台前半という値段設定が必須となるということなのです。しかしながら今回のこのエレクトリックに関しては実際は400万円ジャスト、補助金を含めたら350万円を切るような値段設定を達成してくるのかもしれないという点も同時に抑えなければならず、というのもこのエレクトリックについては2つのグレードをラインナップ、よりバッテリー容量を減らしたスタンダードグレードがもし日本国内にも導入されればさらに安価な値段設定で導入されることになる。そしてそのスタンダードグレードのスペックに関しては 48.4kWh というコンパクトなバッテリーを搭載しながら
EPS サイクルベースの航続距離はおよそ300キロ弱程度、充電性能に関してもおおむね50キロワットから60キロワット程度という充電出力になると推測可能ですので、実際の充電時間はロングレンジと大して変わらないと考えられますので、やはりこのスペックだけを見てみるとややスペック不足感が否めないとは思います。他方で競合の EV と比較すると、例えば日産リーフの場合430万円からのスタートで241キロという航続距離しか達成することができていない。この点からも実はリーフと同等、もしくはちょっと安いレベルで購入することができながら、それでいてさらに EV 性能を充実させることができているわけですから、少なくとも2023年以降エントリーモデルの EV を購入検討する際はリーフという選択肢はどのグレードにおいても考えにくくなってくる。中間勢の電気商社が極めて競争力が高いということがお分かりいただけたのではないでしょうか。このように今回2023年中に日本市場への正式導入が発表された韓国ヒョンデの新型コナエレクトリックについては、 EV ファーストとして EV 専用プラットフォームに準じた非常に高い EV 性能を達成することに成功、中でもその優れた電気性能による実用的な航続距離の長さによってコンパクト SUV というカテゴリーとしては国内最強クラスの EV となるわけですし、なんといってもその値段設定に関しても海外マーケットの値段設定などから推測する限り、既に発売済みのアイオニック5よりもさらに安価な値段設定で展開してくることは間違いなし、もし仮にガチンコの競合となり得る中国 BYD のアット3と同等のロングレンジグレードで400万円台前半を達成することができれば、2023年以降のおすすめ EV ランキングで一気に上位にランクインしてくることになりますし、特にそこまでの航続距離を必要としないながらなるべく安い電気商社を購入しようとしていた方にとってはスタンダードグレードが極めて魅力的な車種となり得るのかもしれない。いずれにしてもこのコナエレクトリックの最新情報は分かり次第情報アップデートしていきたいと思いますし、特に先代モデルで大問題となったそのコナの発火事故が新型モデルで解決を図ることはできているのか、バッテリーサプライヤーの情報をはじめ、まもなく販売がスタートする韓国国内などの情報などを含めて公平な情報をアップデートしていきたいとは思います。いってらっしゃい。